おっ、亀太郎です。こんにちは、シャキです。2023年7月18日火曜日、ちょっと食が落ちてきてると感じたエリちゃんのためにジャイアントミルワームを買ってきました。ジャイアントミルワームは毎年この中に入れて保管してるんだよね。これこのまま外に置いていたらジャイアントミルワームがすぐ死ぬんです。だからこの容器はエアコンの効いた室内に置いてます。あんまり室内に置いてほしくないけどね。うん、まあね。けどこの方が全然生き生きしています。やっぱりこの暑さだと虫でも厳しいんだよ。最近暑すぎだからね。では早速エリちゃんにあげてみます。エリちゃん、ご飯よ。最近ガツガツ食べるところ見てなかったけど、きちんと食べてくれたね。うん、食べてくれたら気持ちいいよね。その後もエリちゃんはたくさん食べてくれました。やっぱりあんまり食べない時ってあるからね。うん、同じものばかりで飽きてくるっていうのもあるだろうしね。そういった時は違った餌をあげてみるとたくさん食べる場合があります。あとジャイアントミルワームをあげるのは今年は今日が初めてなのよね。キボシちゃんもクサガメも飽きずにバリバリ配合飼料を食べてくれてるからね。まあ中には配合を食べない頑固な子もいるけどね。とりあえずエリちゃんは今年も頑張って産卵してくれたしね。そうだよね。少し説明するけど、このエリちゃん去年初めて産卵したんです。そして今年も2回産卵してくれたんです。小さな体で頑張ったからね。たくさん食べて栄養つけてね。あと今日はビッグニュースがあるんです。実はこのキーちゃんがレッドミンスーパーを食べるようになりました。あさささ、ちょっと見てる人にはどこがビッグニュースかわからないと思うんだよね。あ、そうよね。このキーちゃんって小さい頃に犬に噛まれたりして不運もあったカメさんなんだけど、それとは別に配合飼料を全く食べないっていうちょっとわがままなカメさんなんです。それで2018年に生まれたから約5年間配合飼料を全く食べなかったんです。それがいきなり食べたからびっくりよ。以前もうちのペンちゃんが5年目で配合飼料を食べるようになったでしょう。うん、そうよね。あの時も産卵するようになったら食べるようになったんだよね。キーちゃんも今年初産卵だったでしょ。あ、そういうのも関係あるかもしれないよね。うん、あるような気もするんだよね。知らんけど。なんなのよそれ。あはははは。あと最後になるけど、みーちゃんがまたそわそわしています。これはまた産むかもしれないね。うん、なんかそんな雰囲気なのよね。知らんけど。え、なに。はははは。いろいろとあるけど、庭池って見ているだけで楽しめます。